君と同じ味にはならない、これを飲んだら泣こうなど、今人気のあの人が書き下ろしたエッセイがついているブックボトルが好評発売中です。売り切れる前にぜひゲットしましょう。さあ今日は夢坂2階ウエストコートにあります紀ノ国屋書店より話題の本をプラス、ご案内はスタッフの松本さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、触れないわけにはいかないですよね。ですね。まずはこちら、芸人コンビピース又吉直樹さんの火花です。先週発表された第153回芥川賞受賞の作品です。師匠であり先輩である芸人神谷と後輩で弟子の徳永の物語、ある日突然弟子が先に売れちゃうんですよね。私としては徳永の最後の漫才が切なかったです。話題のこの本、中高生の読書感想文にもどうぞ。お値段は、売り切れ続出の芥川賞受賞作品火花は1296円、ただいまご予約販売中。ご予約は0952-368171まで。続いては直木賞受賞作品のこちら、はい、龍です。第153回直木賞受賞作品、作家の東山明さんは台湾出身の方ですが、なんと福岡県在住なんです。流れると書いて龍、この作品は20年に一度の傑作だと言われている台湾を舞台にした青春物語だそうです。だそうです。まだ読んでないんです。この夏読みたいと思います。お値段は、直木賞受賞作品龍は1728円、ただしこちらも予約販売中、ご予約はこちらまで。その他にも夏をインドアで楽しむ DVD、 妖怪ウォッチ、ベイマックス、アナ雪などが最大 20% オフ、ただし期間限定8月31日までです。しかも今日から25日まで3日間連続夢かの日、電子マネー夢かを利用して賢くお買い物しましょう。